サイルが飛ぶ時代にこんな言葉が存在するだろうか。だが日本のチベットといわれる東北地方の秘境に青年科学者が発見したものは何か。バナナポーだ、バナナ。え、バナ、うん、中世代の怪獣だ。万年前に生息したといわれる原始怪獣バランは凶暴性と想像に絶する破壊力と飛行力をもって日本全土を蹂躙、危機刻々と迫る。メガタ、杉本博士、まさに怪獣です。恐ろしいことだ。サマさん、断じてこの山から逃がしてはいけません。バランは東京上陸を狙っているようです。もう一度攻撃をかけましょう。攻撃するって、なんでだ。爆雷攻撃です。バランが奇襲に出るならこっちも奇襲に出るんです。東宝が全世界に誇る特殊撮影を駆使してゴジラ、ラドン、地球防衛軍に次ぎ皆様に送る東宝スペクタクル巨編大怪獣バラン、大怪獣バランにご期待ください。